大鉱山神社は、宮城県柴田郡大河原町にある神社。式内社で、旧社格は合社。社殿によれば、大鉱山神社は、微脱天皇元年に、日本穂高を主催神として創建されたという。当神社の演技書や、安永風土記、大湯関石門老子などによれば、日本穂高が、江戸生伐のための統制の折に仮宮を建てて住んだと、伝わり、その仮宮の跡地に、 白鳥大明神と称する社殿を設け、日本穂高を放祭したという。また伝承によれば、朱春天皇二年には、主祭神として、立花、法日尊が合祀された。これは、陽明天皇が、立花、法日尊と呼ばれた御子の頃、直命により、当地へやってきたことがあり、陽明天皇の御子である、聖徳太子がその縁を持って、大鉱山神社へ合祀したと伝わる。 俗日本語記によれば、上和九年には十五位下の深海を授けられ、上元十一年三月には十五以上に少女した。京法二十年三月には草原戦時により、深海最高位である小らいの異界を得た。また、大光山神社は、縁起式神明朝において、道の区国内百座のうちの一座であり、十五座ある、名神大社のうちに列する。なお、王子は、 神社の北東にある金ヶ瀬地区深海の大の山に鎮座していたが、元禄時代初期に起きた火災により、社殿が消失したため、金ヶ瀬地区の深海126番地に潜座し、大正3年に深海から現在の鎮座地である金ヶ瀬地区の神山へと移築再潜座した。現在も深海126番地の旧社地には、鳥居と石祠が鎮座している。 大鉱山神社には、立花、法日村に関する伝説がある。金明天皇の御子である立花、法日村は、直命により東国巡行の旅に出た。東国の住民は、立花、法日村を見合いを造営して、心から歓待し、御子とも、約三年間滞在したという。その間に、当地の長者である、赤坂長者の娘である玉井姫と恋に落ちた。 玉井姫は、性格温厚、低粛で世にも稀な美人であったといい、巫事の寵愛を受けた。ある日、玉井姫は、白鳥が飛来して体内に入る夢を見ると、間もなくして、巫女が生まれた。巫女は、道の区国に来てから白鳥を神と崇めて祈願したことによるものだとして、大いに喜んだという。巫女が生まれた後、巫とは都への帰還命令を受けたが、 別れを惜しんでそばを離れようとしない玉井姫に、3年後には、必ず迎えの死者を使わすと約束を交わして、帰っていった。巫女と思い3年が過ぎたが死者は一向に来ず、玉井姫は病に倒れてしまう。巫女の乳母はそんな玉井姫を見るに忍びず、巫女を抱いて下半にやってきた。そこで、玉井姫は今、父である立花、法日村を思い、病で命を落とそうとしています。 ミコである、あなたは、神の化身であるから、どうか、母君の身代わりになって、父君をこの地へお戻しください、と祈り、ミコを川へと投げた。すると、ミコは、不思議なことに、白鳥へと変わり、深谷の鳥越の里から、ミコとの住む山とへと飛び立った。やがて、立花、法日村のもとに玉井姫の不法が届き、玉井姫のために、立派な墓を設けて弔ったところ、 白鳥が空へと飛び立ち、玉井姫の墓の上空を、日夜泣きながら旋回したと伝わる。そのため、立花、宝日村は、日本全国に白鳥を祀る、白鳥社を建てたという。大鉱山神社の名称も、白高社が大高社に変化したものが元であるという。宮城県南部の柴田郡や勝田郡などの、白石川沿いの地域は、白鳥を神の使いとして崇敬する。 白鳥信仰と呼ばれる信仰が強い地域である。大鉱山神社の他にも、座王朝チの演技式内名神大社である、勝田霊神社には、白鳥子飛群という石飛群が残されている。日本穂高に関係する同様の話も残されており、勝田霊神社の南には、日本穂高が、当地に残した子供を、乳母が投げ捨てた川とされる、コステ川、コステ川橋がある。社殿は、 拝殿、幣殿、三軒者入りもや作りの本殿からなる。その他に、御越殿、首労、社務所などが境内にある。境内は桜の名所となっており、桜の時期には多くの参拝者でにぎわう。ありがとうございます。